京都府議会議長加賀久夫様、よろしくお願いいたします。 NHK 大河ドラマ有志推進協議会会長長岡京市市長小田豊様、お願いいたします。宮津市議会副議長松浦富吉様、よろしくお願いいたします。よろず町自治会長千原博様、お願いいたします。京都府丹後広域振興局長土屋敦様、お願いいたします。そして井上昌司宮津市長、お願いいたします。実行委員会岩井和夫会長、よろしくお願いいたします。以上11名の皆様にご参加いただきますとともに、地元の園児の方々の代表いたしまして、行政幼稚園、亀の丘保育園、出雲保育園、丹後保育園、キッズスクールの子どもたちにも地元のお手伝いをお願いいたします。それでは皆さん、お願いいたします。なお園児の皆さんには、 NHK 大河ドラマ有志ゆかりの市長ゆるキャラであります亀岡市の明智亀丸、舞鶴市の雄斎くん、そして宮津市の笠坊、この3体のゆるキャラと一緒にご参加いただきますので、所定の位置にお進みください。お願いいたします。また序幕のファンファーレにつきましては、宮津高校吹奏楽部の皆様にお手伝いいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。3、2、1、どうぞ。ガラシャ夫人のフルーツ像祈りのお披露目でございます。ご紹介いただきました彫刻家の山本信介でございます。名古屋に住んでおります。そして今ご存知のように東京では、日展という展覧会が開催をされております。その日展に所属をしております。でこの彫刻、私が作ったんです。どうやって作ったんですかというふうによく聞かれますけれども、園でやってる粘土細工と同じ方法です。これはこれから皆さんがこのガラシア像をどういうふうに愛してくださるか、そしてここでどういうふうなイベントが行われ、どういうふうに発展していくかということにかかっていると思います。ガラシャさんのことは、実はほとんど資料に残っておりません。細川家では、特に、キリシタン禁制のもとでありますから、歴代の他の方々の資料はたくさん残っているんですが、ガラシャさんのものだけは、ほとんど残っておりませんで、わずかに残っておりますのは、ガラシャさんが夫忠興のために作ったと言われる上着のポケットに残っていた、自ら墨で描いた複写ですね。それと、夫の忠興がガラシャさん亡き後にガラシャさんのために作ったと言われている南蛮の鐘と、それぐらいのものしか実は残っておりません。こうした像ができたのを機会に、ますます、このガラシャさんの生き様というものに、広く多くの方々が関心を持って、いただくならばと、またそれがひいては地域の振興につながっていくならばと願っている次第です。最後になりましたが、ご講師をいただきました、お二人の方に、この場を借りまして厚く御礼申し上げますとともに、
象の建立にご尽力をいただきました、多くの皆様方にこれより、御礼を申し上げまして、ご挨拶とさせていただきたいと思います。どうも今日はおめでとうございました。本当に今井様とか、井上市長には日々お世話になっておるところでございますけれども、みんなで連携し合って自分たちの生まれたこの地域がどういう地域だったのか、そういうことを大人の方々がもう一回認識をし始めして勉強して、今ここに来ていただいている小さい子どもたちに、ここはこういうとこなんだよ、ここはこんな素晴らしいとこなんだよっていう誇りを持ってこの町を愛していただく、そうする自分たちの愛があふれるような愛を持っていただくことで、外からどんどん人がやってきていただくということを願って、今海の京都という事業を進めております。まあ、そういう意味ではこの像、子どもたちにとってはやっぱり何か目の見えるものが必要だなと思っておりましたので、ガラシャ夫人の像があって、ここは少なくともガラシャが信仰の時に、豊かな生活、穏やかな生活を暮らしたとこなんだということが、みんなにも分かる本当にいい、機会になるんだろうなというふうに思って期待しているところであります。現在京都市を拠点に、タンゴをはじめ日本の風土や伝承に根ざした独自の作曲活動を展開されています。青山音楽賞、京都市芸術新人賞。